皆さんこんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしていらっしゃいますでしょうか。どんな一週間をお過ごしでしたでしょうか。金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から日本文化まで、一中節宗家一中先生と語る心整う時間。本日もどうぞよろしくお願いいたします。皆様どうぞよろしくお願いいたよしろしくまお願す。いします。よろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ、この方を確認さはい、せていしてたまだす。きます。大丈夫ですか？ちょっと自分の方にも送ろうかなと思います。できてますか？見えますか？見えますよ。はい。あ、はいはい。見えます。シェアをして。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、始めさせていただきます。はい、お願いいたします。はい、まずは浄瑠璃の一部詩の歴史のところから、読ませていただきます。一部詩は江戸浄瑠璃系三味線音楽の源流。初世、都太夫一中は慶安三年1650年に京都妙福寺住職の次男として生まれ、当時京都で盛んだった様々な三味線音楽を次第に統一し、後には江戸にも進出して一中節を確立した。江戸時代には一中節の稽古本のない家はないと言われるほど、一中節は一世を風靡し、江戸の町人の上流階級に愛好され楽しまれてきました。ですよね。はい。有名なところで、泉、出光佐三さん、大倉喜一郎さん、喜八郎さん、あ、はい。氏など、そうですね。大旦那さんから、著名人の方に愛されている一部氏。そうですね。お稽古され今てももちまろん、すね。うん。そうですね。はい。今も経営者の方も結構お弟子さんにいらっしゃいます。青龍堂の社長さんとかね、そういう方が結構してくださってますから。はい。じゃあちょっと英語の方もちょっと読ませていただきます。History. The Ichibushi is the origin of Edo Jori's style shamisen music. Miyako-ichi the first was born in 1650 as the second son of the abbot of Myofukuji Temple in Kyoto. He gradually unified the various types of shamisen music that flourished in Kyoto at that time. He later moved to Edo, the former name of Tokyo, where he established the Ichibushi style of music. In the Edo period, 1603 to 1867, the Ichibushi became a dominant influence. There was said there is no house without a mouse, and in the Ichibushi practice book, the upper class of Edo merchants were especially fond of it. よく浄瑠璃ははい。皆さんご存知で、一部詩とはっていうのはどういうものですかって聞かれるので、私が今日もちょっとお話ししたのが、はい。三味歌舞伎の方に行く方と、はい。お座敷でそういうお旦那さんが語るって、まあ、特にお稽古して皆さんを集めてたまに披露したりとか、お座敷の中で語られていたのが、一部詩ですみたいに今日ちょっうん。ああ、と大変いいご説説明明だしたと思んいでますよ。けどはい、も、はい、大はい。丈夫でしょうか？大丈夫です、大そ丈夫うでです。すまさに、はい、大 変はい。いい説明。あ、はい。はい。ですので、やっぱり舞台でこうわーって聞くものと、やはりこうお座敷とか限られた人の中で、そうです披ね。露するっていうと、やっぱりはい、はい。音も違ってきますよ。違ってきます。全然弾き方も、歌舞伎座みたいな大きい舞台で、いつも弾いてる長唄とか、まあ、人形とやってる義太夫さんとかね、
常磐清元もそちらが今メインになってますけど、あの一部はもう本当にあの素浄瑠璃というか浄瑠璃だけを、割りそんな大きくない部屋であの、披露する。まあ披露するということもあるけども、まあどちらかというとメインはお稽古して、習って自分で声を出してやってみることが鑑賞だということですね。そうですね。はい。本当に私もあの自分で語ってるようになって初めて鑑賞ができるようになってきたなと思います、うん。はい、はい。そうですね。そういう体験をしていただくと本当に、聞こえてくるものが違ってくると思います。やっぱり、残念ながらね、今までの教育の過程で聞く機会がなかったので、まあ、よほど、うん、まあ、少しちょっと祖母が長唄か何かをやってたので、なんかこう、あんな感じのは聞いたことはあるけれども、うん、まあ、なかなかこう長時間聞くのは、実は正直ちょっときついというか、うんうん、眠くなってしまうっていう感じだったんですけれど、ね、うんうん、最近本当は、そうですね、歌舞伎とか見に行っても、眠くならなくなりましたね。レベルが低いですけど。いや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 、そうですよ。音で、歌舞伎もね、音が分かってくるとね、何倍も楽しいですからね。音楽劇でもありますからね。音楽が全然分かんないでオペラ見てるのと同じになっちゃうと、やっぱり相当つまんない。オペラも眠くなりますね。眠くなりますけどね。長いんでね、そうです。まあそうですよね。はい。ブロードウェイでミュージカル見ても、英語が僕わからないから眠くなっちゃいました。オペラ座の怪人でも、ライオンキングなんか3回も。暗いですしね。眠くなっちゃうんで3回も。ライオンキング眠くなりますか？ライオンキングで眠くなっちゃって。で、またリベンジして、また眠くなって、3回見たけどずっと寝てました。劇団四季ので見た時だけは起きてました。情けないなと思います。いやいやいや、面白いですよね。やっぱり意味が。はい、わからないと人間って眠くなるんですね。そうですよね。そうですよね。それは呪文みたいなもので、だからね、サンスクリット語でお経を唱える、それをダラニって言うんですね。うん、それをたくさん、はい、唱えるのを大ダラニって、これは、まして、いわゆる漢文で書いてあるお経でも、意味、ま、言葉で聞いたら音で聞いたら分かんないんだけど、サンスクリットで読んだら本当に お経をあげてるお坊さんが眠くなっちゃうらしいんですよ。それで吉野の方で、ダラニスケというね、丸薬があるんです。これものすごい苦い丸薬で、それでこれを舐めてると眠気防止だから、ダラニを読むのを助けるっていうんでダラニスケ。でこれがなぜかね、非常に胃腸にいいの、胃腸の薬として普通に売ってます。吉野のダラニスケっていうの。僕も前、昔飲んでましたけどね。今でも飲んでる方いますけどね。それほどやっぱり専門のお坊さんでも、そのサンスクリットでお経を読むと眠くなっちゃうらしいですね。そういう薬ができてしまうほど。はい。だから言葉が分かると。ダラはダラでも北陸とかでダメな人のことだ、このダラがって言うんですよね。まあ、そうなんですか。あれは違う、アホンダラから来てるんですかね、なんかね、ダラ、このダラが。ダラっていうのはね、阿弥陀のダにね、羅漢の羅に確か、アマさんのアマを書くのがダラニだったような気がするな、ちょっと字忘れちゃうんですけど。ダラニスケってよく。あ、じゃあダラって何か意味があるのかも。中川一政は書の中に、ね、ダラニって書いていますね。確かに。ああ、ダラニとか。たまたまなんかその時、金沢の人みんなダラーって言うんですよね。なんかそれはちょっと違うんですよね。それはアホみたいな意味で。そうなんですよ。多分だからまあ。金沢の人はですか。北陸の人はね、結構、うん、年齢高いおじいさんとかが、なんか変なこと言うと、このダラーとかって言うんですよ。どっから来たの？何か意味があるかもしれない、ね。まあ、よく、だらしないとかね、よく言いますよね。だらだらするとか。だらしないって言いますね。うん。でも僕の友達のありますね、きっと。アメリカ人の画家のね、アラン・ウェストさんは、あの人はだらしがあるからねって、だらしがあるっていうのは言わないなと、日本語では。すごくきっちりしてるの。あの人はとってもだらしがあるんだよって、だらしないは言うけど、だらしあるは言わないと。
足し算か引き算だと思っちゃいますよ。そうそうそう、だらしあるっていうのが面白いけど。そうですね。うん。まあ、確かに金沢の方言、うん。みたいですけどね。うん。いや、アホンダラって言うんですね。多分そっちのルーツなのかなと思うんですけど。うん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 。ただ中川一馬さんがよく、奈良にって書くんですけど、中川一馬さんの、うん、はい、あのお父さんかなんかがね、やっぱり松戸って北陸の出身だから、なんか関係あるのかな。そうなのかな。どうなんだろう。なんか、そのね、またなんかご存知の方は教えていただければ。うん、調べます。そうですね。はい、よろしくお願いします。奈、は、良、い、にと関係あるのか。マンダラのダラですよね。うん、あ、そうそう、マンダラのダラです。ダラにはね、うんうんうん。そうですよね。うん。お経がありましたよね、ダラに。あ、お経、法華経ですかね。法華経って書いてありますね。うんうん、はい。面白いですね。はい。じゃあちょっと、あ、そうですね、そうそうね。眠くならない、あの、鑑賞の一つが、やっぱりシンポジオンだと思います、ね。語りあり、説明もあり、食事もあり、なんかこう、はい、ソーシャライジングもありみたいな。まあ、ボリュームで、あの、それこそ誰、はい、あの、それこそ先ほどの読み上げていただいたように、江戸中に一中節の稽古本がないみたいに流行ってた頃、誰でも知ってた頃は、このシンポジウムで僕が説明するようなことは、本当に打足でね、そんなことをするものではないと、説明なんかするなんて明日ないって言われました。言われました、僕も帰ってきた。だけど今の人は僕も含めて、僕自身がこれをもう毎日あの自分であの勉強してて、すっごく面白いなと思うためにはどうしたらいいのかなっていうことでいろいろ調べたり、自分で感じたことをあの面白く思うために自分がものすごく努力したんですね。そうするとあの面白いと、すごく面白いと思えるようになったことをシンポジウムみたいのでお話をさせていただいてるわけですけど、まあ、そういうことを今はね、お話しないと、ただいきなり聞いていただいても、全然わからない。これ、だからあの、よくいつも先生とお話しするんですけど、やっぱり今の方、まあ、知らないから良さがわからないんですけど、うん、あの、もともと感性はすごく高いので、だから、例えばうちの、うんうん、そのアートフェアなんかで、例えば一人の作家、はい、早見流ハイビデオシュってこうやって並べてると、その世界観に初めて感じるようになったりとか、うん、あの、うんうん、もっと前だったらその1点だけあってもそれだけ感じる力があったんですよ。でもやっぱりこうまとめてやったり、うんうんうん、だからやっぱりそのこれは面白いよって見せたり、面白いよって言ったり、こういうところが面白いんだよって少しやっぱりヒントを出さないと感じられない時代になってて、まあ、それをどう、ただやっぱり分かった当たり前だったっていうのが、まあ、あのいい意味でいい時代だったんですけど、やっぱりそれが、まあ、こちら側もちょっとあのあぐらをかいてた部分でもあるのかもしれないし、だからどれだけ面白いかを伝えるかというのが非常に大事な時期ではあると思うんですよね、うん、はいはい。だからとてもあの僕の音楽でのやる共通してんですよね、小山さんの、その絵の魅力を伝えるという、うん、圧倒的に皆さんね、本当に感じる力があるし、分かるね、あの、度量はとってもあるんですけど、うん、それ以上に、まあ、娯楽も多いし、いろんなことに、ね、あの、うんうんうん、皆さん、一生懸命なんですけど、そんな中でも、まあ、面白いって感じてもらえれば、やっぱり目から鱗の部分はとってもあるので、まあ、そこにどう持っていくかっていうのが、とっても大事な時期かもしれないですね。本当ですね。いや、今日も徳島、まあ、今は、あの、うん、はい。はい、徳島からの、あの差し物の名工の方が、ゲーム家の方がいらしてお話聞かせ、はい、全く同じことを、うん、今と同じようなお話で、やっぱりこう、うん、どうやって広げていくか、どうやって伝えていくかっていうのは、やっぱり大きい課題だなっていう感じでした、ね。やっぱり、あの、いいものはどうしたら分かってもらえるかは、やっぱりある程度分かりやすさは必要ですよね。まあ、先ほどヒントっておっしゃいましたけど、そうですね、あの、うん、そのヒント、その本来あの、慣れて そのことについて精通していて、まあ、なんていうのかな、その言い方がちょっと変かもしれませんけど、非常に知性と教養が高ければ自然に分かってしまうわけですね。だけどそうでない場合はとても分かりにくいわけですね。でその分かりにくさっていうのが一つの魅力でもあるんですね。あんまり分かりやすくしてしまうと、
そのレベルを下げ、なんかそのこう分かろうとする努力というか、深くその深さを、奥深さを求めていく気持ちが、その熱意がなくなってしまうので、あ、これで分かったっていうことになっちゃうと怖いと思うんです。だからこの曲を知ってるよ、曲だけ名前だけ知ってて、あ、分かったっていうことになっちゃうか、曲この曲ですねって言ったり、歌詞のちょっと一部分を聞いてね、それで分かったつもりになっちゃったり、一番絵の場合でも有名な画家の方は、あ、これは魚州さんですね、これは名前とかそのキャプション見て、あ、魚州だっていうので、それで絵が分かったと思ったら大変なことなんで、そういう落とし穴もある。だからすごくブームにならないで、上品に浸透させるっていうのが大事なことだと思います。そうです、そうです。ブームにするとブームにしちゃうのはやっぱり今上品とおっしゃったけど下品ですからね。ブームにしちゃいけないんですね。それを気をつけないといけない。発信する側も受け取る側も両方品性が必要というか、まあ、そう、そうですね。それを楽しむんですよね。まあ、それがリベラルアーツっていうか、古代ギリシャからそうだけど、やっぱりその品性とか知性とか教養とかっていうのの、それをひけらかすとかそういうことじゃなくて、その物事の深みというか、本当の価値っていうのは、だからですね、まあ、今日多分、ケリーさんも感じたと思うんですけど、まあ、百貨店なんかでちょっと展示会やった時にもケリーさんも行ってもらったんですけど、その時もなんか、ただなんか時間潰しに来る人とか、フラッと来ただけとか、全く知識のない人がいっぱい来るんですけど、今日なんかは、やっぱりね、ちゃんとこう、見に来てる人であったり、知ってる人であったり、僕らも一日行ってね、結構やっぱりこう、脳が動くというか、本当に、僕ね、本当に真剣に来てる人が多いんですよ。だからそのなんかぶつかり合いもまた面白いとか、いろんなことを話す中で、またこちらもなんか知らない部分の扉が開いたりもするし、結構面白いんですね。これだけだから、まあ、それこそおっしゃるように知識層の人がまた来るんで、その中でのなんかこう、全く今日全く知らないことをまたやっぱりこう学んだりしましたし、面白いもんですね。だからその媒介としてやっぱり優れた絵があると、それをこう媒介としてまた違う何かを見せてもらえるみたいなね、そういう面白さはありますね。なんかこれだからしょうもない絵だったらそこまでいかないはずなんですよ、きっと。まあそうですよね。見る方の感性もそこまで刺激できない、まあ綺麗とかで終わっちゃうし、なんだこれみたいに終わっちゃうから、やっぱり深さを見る。例えば先生がいらっしゃった時に、雲中供養菩薩って絵があって、その、ね、その供養、雲中供養菩薩が持ってるあれがですね、琵琶がですね、琵琶の形が、やっぱり先生はやっぱ専門だから、琵琶のね、このいわゆるギターでいうネックっていうんですか、部分、ね、一番最初上のね、糸も弦のネジのあるとそこが90度曲がってるんだよって話で、でもこう何も知らないと琵琶ってこんな形なのかなみたいな、なんか、ね、なんか先が ここで切れちゃってるみたいに見えますけどね、その向こうに90度曲がって、そうするとよく見ると糸巻きが見えるんですよね、4つの糸巻きが、あれ4弦琵琶だから、それがなるほどちゃんと書いてあるし、そういうところが観察力ももちろん素晴らしいし、そういうこういう琵琶、宇宙クエボスが持ってるような琵琶ってこういうそういう琵琶自体を僕なんかで見たことありますから、そういうことなんだなと思います。はい、そういうのが一日あると、いろんな部分でそういうのが積み重なってくるので、結構面白いですね、そういう意味では。面白いですね。まあ、だからシンポジウムはこう聞いて皆さんでこうお話をしたりする時もあるので、なんかそれをこう共有し合うっていう場でもあります。まあそうですね。はい。皆さんで、はい、本当にシンポジオンのありがたいところと一つは、別に敷居を高くしているわけではないんですけど、なんか皆さん本当に楽しんでくださる方しか来ないっていうか、当たり前ですけどね。それはとてもありがたいと思います。そういう会話もそうだし、知的刺激。知的刺激を楽しむっていう、楽しみたいっていう方がとても多くなってる感じがして、それ若い方も、年齢問わずね。それは多くなってるっていうか、全体から言えば少ないんですけども、
そういう方が増えていくと、やっぱり、すごく、こう、そういうことに対しての、認識が高まるから、その、そうすることが、やっぱり、人間が深まるっていうかね、そういう、だから説明をされるのも、やっぱり扱う絵が、その作品が深くて高度であればあるほど、やっぱり、だから取り扱うんだっていう、小山さんなんてきっとそうだと思うし、そうするとその取り扱う方も、どうしてもその深く高度な、その認識、哲学的認識、美学的認識がなければね、単なる商売として扱ってたら、そういうのを買いに来るお客さんは、そんなことじゃ、画商さんがそれじゃ満足しないと思う。だから小山さんともお話してても、僕もそんなにわからないんですけど、すごく楽しい、深いお話になっていくから。ただこれ綺麗でしょとか、うまいでしょとか、何年に書いたんですとかと、うん、その、なんていうのかな、その、あざとい価値をね、すごいでしょじゃなくて、そういうことで売るのは良くないと思うんですね。左手で書いたんですとか、足で書いたんですとか、そういうことじゃないと。目が見えないのに書いたんですとかね。そういう、それを売りにする人ね、作品としていいか悪いか。大事です。ですね、はい、はい。そうですね。10月20日のタイトルが、時わずの、もみじ狩りとなっておりますので、はいはい、私が、調べてみました。歌舞伎のもみじ狩りですね。はい、これちょっと分かりやすく説明されていたので、はい、このまま読ませていただきますけれども、はい、歌舞伎のもみじ狩りは、竹本、長唄、時わずの3つの音曲によって伴奏される舞踊ですと。平のこれ町による信州の戸隠山の鬼女退治を描いた同名の能の作品から歌舞伎化されました。戸隠山へもみじ狩りに訪れた、これもちは、さらしな姫という姫に出会い、勧められるままに酒を飲みます。やがてさらしな姫は、企業の正体を表して酔いつぶれたこれもちに襲いかかりますが、これもちは名刀小ガラス丸によって難を逃れます。一人の俳優が前半の赤姫と呼ばれる典型的なお嬢様の姿と後半の激しい動きで、これもちのと戦う騎乗の姿を踊り分ける点に見どころがあり、これ大変有名な作品なんですね。はい、歌舞伎でも大変何回もでよく出る、僕も何度もお出させていただいている作品。で、この、この写真が。写真が、実は先生が、こちらに、右端に。そう、僕は二十歳の時の。これは時わずの、はい。そう、時わずの会というかね、藤間勘十郎さんという昔の、先々代になるかな、勘十郎さんの主催の、天地会っていうのがありまして、役者さんが地方をやって、地方が踊りを踊るという。芝居を役者になるという、この天地ひっくり返るっていうのに天地会っていうんですけど、だからこの真ん中でお姫様になって踊ってるのは70をも過ぎてる、時わず菊三郎さんという、時わずの三味線の人間ここの方で、僕に一中節を勉強しろってお勧めいただいた方なんですけど、大変ないい形ですよね、これね。だからとても踊りも お上手だったんですね。やっと芝居ができる。で、この木三郎さんの扇で刺しているところで、時わずを語っているのが、これがついこの間亡くなられてしまった、先代の市川猿之助さんですね。猿翁さんってなってた。この方ですか？その方です、その方。はい、時わず菊猿太夫っていう名前を持ってて、はい、木三郎さんの弟子で。時わずを語られてるんです。貴重なお写真ですね。ありがとうございます。それは楽しかったですね。そのことのね、いろんなエピソードが、この時のすごく面白いエピソードがいっぱいありますのでね、シンポジウムの時にそれも含めて、なんかこう、みんながプロなんだけど、もちろん専門なんだけど、みんな芸を楽しんでるんですね、それぞれ。それぞれ、それを皆さんにいろんなお話ししたいなと思います。そうですね。だから要は、希望の方は皆さんのレベルも高いから、はい、そういうのも楽しめるだけの皆さんがね、
度量も度量もあったというか、ね、そうですそう見てる人もそれを楽しみたいだったと思うんですね。そう、うんうんうん、そう、おふざけじゃないんですよ、本当に。真面目に演じちゃうんです。芝居そのまま全部やっちゃう。うん、だからこの時に映ってませんけど、うん、議題を語ってたのは今の中村東蔵さんという役者さんが議題を語ってたし、あの、あれの、長唄の歌の立てかなが、あのそれこそ藤間の宗家、あの、先代、先々代の藤間勘十郎さん。で、確か今の勘祖さんも、歌われてたか、三味線弾かれてたか、長唄の方で出てらしたと思いますよ。そういう、そういういろいろな、まあ皆さんご存知の方もいらっしゃると思いますからね。でも、このもみじ狩りはもうたびたび僕出させていただいてるし、拝見もしてるんで、いろんな思い出がいっぱいありますので、あの、お話ししたいと思います。これあの、もみじ狩りに出かけた時なのです、歌詞にもやっぱりもみじ狩り、こう自然っぽいところが出てくるんですか？あ、そうです。あの、もみじの、その、あ、本当にあの、もみじを見ているこれもちの最初の、あの、セリフがね、これは川竹黙阿弥の名台詞で有名な、もうあらゆる短名台詞を書いた中でも、随一の名台詞だと僕は思うんですけど、この、最初にこれもちが発する、あの、草木心なしといえど、必ず詩人の時を違えず、春は花咲き、秋はまた、小梅は染む山もみじ、帰る家路を忘れるぞっていうのを、あの、大変な名台詞で、それを草木心なしといえどもって、こう、歌舞伎のようなセリフで言うと、まあ、時わざはそうなんですけど、それ、とても、あの、気持ちがいいんで、皆さんにもそれを覚えていただこうと思ってます。言うだけで気持ちがいい。朗朗とね。はい。では、楽しみです。はい、掛田さんの方に直接申し込んでいただくことになっております。はい。はい、ですね。あと、都会ですね。あの、中止されている方の、まあ、発表会みたいなものが、はい、はい、新橋の金田中さんで、はい、ございます。10月29日日曜日なんですけれども、はい、11時半から、随時、はい、出入り自由の、はい、都会になっておりますので、まあ、ご視聴ください。11時半にあの木村香織さん、はい、ケリーさんが発音の式を語ります。ぜひ11時半に出して。私は一番最初なので、ね、あの、はい、そうです。まあ、ゆっくり皆さんいらしてください。終わったぐらい。そうですね。ご招待券が一応必要なんですけれども、まあ、こちらで見ていただいたと言っていただいても大丈夫です。あの、大丈夫です。その日、はい、あの、まあ、この会に来たって言っていただければ、はい、あの、自然にっていうか、はい、歓迎されると思いました。あの、下足番の方がいらっしゃるのでね、こう、もちろん、料亭だから靴を預けなきゃいけないので、そういう、そうですね、あの、歓迎します。なかなか料亭も入る機会もないですし、そちらのご飯もいただくこともないですので、まあ、あの、かなりお安く、そうですね、下で軽く お食事も食べ、あの、食べ物を得ますし。でも、木村さん、1番っていうのは意外といいんですよ。これ、あの、4番目とか言うとね、人の聞いてるとね、なんか自分のが訳は音が分かんなくなってきちゃってるから、1番、逆にもう自分のしか頭の中にないままできるから。多分ね、うんうんうん、3、4番とかね、逆にもうダメですよ。人のも本当に聞いちゃう。自分の音は何だろうって、声も出せないし、でもみんな演奏してるから、自分の声も出せないし。そうですね、そう。みんな、あの、これはキーが違いますからね、それぞれ、ね。ちょうどいいと思います。また緊張してきました。はい。いやいや、でも一番最初に済まして、あと一日楽しんでて。そうですね。はい、はい、いつもちょっと日本文化のこう知識になるようなことをお話ししていただいてるんですけど、はい、今日はやっぱりあのトビアートフェアが今日から始まったということで、うん、エリドさんは今回は、2人の、作家さんの素描っていうかデッサンに結構焦点を当てられていたので、はい、この2つを書きました。まあ、うん、もう早見御舟といえば、まああれですよね。演舞という作品が有名ですね。はい。そうですね。まあ、こう、よく言われるのが40歳か42歳ぐらいで亡くなられているので、
こうかなりこうデッサンもこう緻密で記憶をこう刻みつけるように書くなというイメージが私はするんですけれども、特にあの日本画の場合はそのこういう、ね、デッサンとかその素描というものはこのどんどんいっぱい書き溜めて、ね、それがもう要はなんか設計図みたいになるんですよね。これがあるからあの家が建つみたいな、この本当に大事な基礎、うん、基礎みたいな、これの組み合わせで絵ができていくみたいなところがあるっていうのは、やっぱり洋画はキャンバスでね油絵で外でも描けるようなところあるんですけど、日本画っていうのはやっぱり紙に岩絵の具とニカワを溶いてとか言うとですね、やっぱりアトリ画質でしかできないものなんですね、うん、そういうものを描こうとするとやっぱり外に出られないので、そのこういう素描というのがあって、まあ、これを組み合わせて一つの世界を作っていくっていうのがやっぱり一つの書き方なんで、うん、でも重要な部分なんですよね。そうですね。なんか亡くなる前に結構あの燃やされたらしいですね。素描の数自体が少ないっておっしゃって。それね、東急さんをね、東急さんは燃やしちゃったんですよ、遺族がね。あ、東急さん、漁州さんですよね。漁州。東急さんの。あ、東急さんの方ですか、燃やしたのは。そうです。理由はね、遺族が相続税払いたくないから、あの、燃えちゃったんです。こちらですね。ああ、小村東牛さんのは逆にあの長生きされているんですけれども、はい、まあ、同じ日本画の大家なんですが、うんうん、これで分かりにくいかもしれないですけど、線がやっぱり柔らかいですよね。うん、先ほどの魚州さんに比べると、ちょっとね、ゆっくり確実に描いてる感じ。強めの太めの線でじっくり描くというか、やっぱこの人の生き様っぽい感じで。うん。うんうん、牛を土を耕す牛のようにみたいな感じ、うんうんうん、ゆっくりゆっくりみたいな。で、まあ、この素描もすごく人気がありましたね。特にこの舞妓さんのお顔がいいっていう方が多かったですね。ああ、そうですね。あ、はい、うん、あとやっぱこの岩絵の具の塗りの感じも、うん、5分の白い絵の具の、はい、よかったですね、はい、ですね。まだ日曜日までありますので、ぜひ。だからあのこういうのはなんというか本画の有名なものもいいんですけど、こういうところになんか本当の作家のなんかあの肌合いというかですね、そのあの本当のその人たちの線というのを感じやすいので、これこれで面白いもんだと思うんですね、うん、いや、あ、なんか垢抜けてますよね、シンプルだから、うん、スッとこう、ね、だからね、逆にこれあの本当に好きな人はこういうの好きなんですよ、あの、うんうん、なんかいかにも本画のすごいのはもちろん高価だしね、素晴らしいんですけど、うんうん、こういう過程というのは、まあ、その作家自身のなんかその本当にその、 あの良さというのが出るんで、うんうん、まあ、本当にあのマニアというか本当に好きな方はこういうのを さりげなく家に飾ってあると、うんうん、この人は本当に好きだなというのがよくわかります、ね、されてますよね、うん、それは、ね、今回本当に宣伝さ前に魚州の作品の中で、この中に小倉由紀さんだとかね、岩橋永遠とかそういう作家、小倉時夫さんもそうだけど、結構早見魚州の素描を持ってたんですよ。それを持ってたものも出てるんですよ、うん、今回。そういうぐらい、だから、いわゆるその音楽家が、先代の音楽家が好きだから、何かその人たちのものを身につけるとか、うん、そうですね、うん、なんか常にね。そういうのに近い、はい、何かそういうのに近いものが。はいはいはい、スペクトとあのあれがあるというかですね、うんうん、やっぱりすごい人のっていうのは見てたいし聞いてたいしね、そうですよ、感じだと思いますね、はい、ではあの日曜もぜひお立ち寄りください。コーヒーはご馳走できます、はい、はい、ではご挨拶させていただきます。はい、金曜深夜の座談会、江戸時代の音楽一中節、日本の音楽から日本文化まで、一中節奏家一中先生と語る心と整う時間。また来週の金曜日にお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。